よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さあ今シリーズは本当に心強い相棒と共にという感じでしたかね。そうですね、はい、はい、57号機改めてその良さを教えてください。全部いいと思ってますけど、はい、うん、E のレベルもかなり高い、E のレベルもかなり高いところまで来ている。いいなと思うところもかなり力強い。もちろん、はい、もう誰よりも感じてます、感じてます、はい、気温も今日ちょっと下がってますが、雪感で気温が下がるとまたちょっと調整もしないといけない時もあるのかなというようなお話ちょっと聞いたんですが、うん、今日乗ったんですけど、はい、まあちょっと上がってますけど、まあ許容の範囲かなと思って、まあもう一回試運転して、はい、あれならばちょっとギアケース見てみたいと思います、うん、やはりプロペラはノータッチで、はい、触ってないです、はい、感じですか、はい。さあ一つ課題、今節ずっとお話しされておりますのがスタート、うん、ちょっと自分の勘より届いてしまうので、うん、用心しながら行ってるんですけども、はい、まあ優勝戦でしっかり行きたいと思いますけど、うん、はい、良すぎて、行き足が良すぎてということなんですね。そうですね、良すぎるというかいいですね、はい、いやもうとにかくスタートに集中していけさえすれば、そうですね、はい、多少深くなったとしても問題ないなさそうですか。まあ、優勝戦メンバーエンジン揃ってるんでね、はい、それはちょっと一概になんとも言えませんけども、まあ、エンジンはいいと思います、はい、約1年ぶりの優勝に向けましてメッセージお願いします。はい、エンジンとても出てます、一生懸命頑張ります、お願いします。続いては2号艇の松本克也選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。昨日はバースでした。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、しっかり、ね、勝利されましたけれども、今節もじっくりとプロペラ調整、マイレースごとに出ましたね。そうですね。はい。だいぶいいところには来てますか。いいところには来てると思います。レースごとに調整しないといけない状況だったんでしょうか。そのまま行けって言えば、まあ、いけるんですけれども、はい、まあ、ちょっとせっかくいいエンジンも引いたし、うん、ちょっといろいろ試してみたいなっていうのもあって、はい、でいろいろ試してました、うん、昨日準優勝戦での船足はどうでしたか。昨日は昨日で良かったんですけれども、まだちょっとだけ気になるところがあるので、今日はそこを解消できればいいなと思います。昨日気になったというのはちょっと足りなかったということですか。足りないじゃなくて、ちょっとなんかエンジンとプロペラバランスがちょっと気持ちバチではないかなっていう感じがしたので、はい、いやそれがあってくるとさらに上積みも望めると思います、はい、一番気に入っているところはどこでしょう。まあストレートの端ですかね、はい、なるほど。スタート感はいかがですか。スタート感は自分なりにはいけてると思います。2号艇になりますけれども、ご覧のメンバー見る中でいかがでしょう、何か考えること。まあ一応枠番主張はしたいんですけれども、はい、まあ、これは出てみないとわからないので、はい、スタートも大丈夫ですかね。そうですね、だいたい今節いろんなとこから行ってるんで。それでは最後に意気込みをよろしくお願いいたします。はい、一生懸命頑張るんで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして3号艇地元の梶野隆選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。昨日の準優勝戦もう気合い入りましたね。そうですね、ラッキーでした、はい、0-2、これ思ったよりちょっと早かった。そうですね、はい、うん、はい、さあ仕上がりですが今節はいかがですか。3走すごく自分の中ではいい感じで走れたので、その感じが今日も来るように微調整だけしていこうと思います。昨日はその3走の中には入っていなかった、まあ、ちょっとですけどね、はい。その3走の船足ですはどんな感じなんでしょう。もうすごく全部が良かったです。うん、イメージ何か今日は気温なども違いますけれども、はい、できそうですか。そうですね、時間があるのでしっかりやりたいと思います。スタート感はいかがでしょうかね。昨日はちょっと早かったですが。そうですね、自分の中ではでもいけてます、はい、いいですね。それでは地元東京一人になります、はい、この壁を守っていただきたいと思います。メッセージお願いします。はい、地元で優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。続きまして4号艇の渡辺英二選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。渡辺選手、今節の序盤はインタビューいけるかななんていうお話もされてましたが。そうですね、はい、はい、ちょっと足りない感じもあったんですか。エンジン数字もあって、まあ、実績もあるんですけど、はい、まあ、ちょっと出し切れてない
感じですね、はい、うん、まあ、序盤からは良くなってる、上積みはできている、初日2日に比べたら十分良くなってると思います、うん、現状の船足はどんな感じですか。まあ、伸びも出足も無難に普通っていうところですかね、はい、無難に普通、はい、モーター 45% って考えるとやはりもっと物足りないですね、はい、ただいろいろ作業はされていますけれども、どうですか、今日できること何かありそうですか。いや、今日気温が下がってるんでね、うん、まあ、これからプロペラ調整しながら、はい、エンジンの力を引き出したいと思います。乗り心地は悪くないですか。悪くないです。一つ、もう一つ求められるとしたらどの辺が特に欲しい。やっぱ出足、周り足ですかね、はい、はい、4号艇になりますけれども、まあ、メンバーを見る中で何か作戦などありますか。作戦はまあ3号艇がまくってくれて、はい、あのターンマークがずっこり開く感じですかね、うん、はい、なるほど。まずは枠なり他力本願で、はいはいはい、スタートはどうですか。スタートはダッシュからちゃんと決まってます。ではそれまでにその出足系統をもっとしっかり求めて、その展開、はい、今のイメージ通りのところ、そうです、ね、作戦通りになるようにと、はい、はい、それでは最後にメッセージをお願いいたします。はい、最近一般戦を優勝してないんで、久しぶりに優勝できるように頑張ります。ありがとうございました。続きまして5号艇河野智史選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ兵庫支部から3選手、はい、河野選手も入ってきましたが、はいはい、仕上がりはいかがですか。バランスが取れて普通くらいだと思います。節感通して変わらない感じですか。うん、そうですね、あの最初の方はちょっと悪いなと思ってたんですけど、はい、まあ、今は普通ぐらいかなって感じですね。今日湿度が高くて気温が低いという状態、今日はどんな感じでしょうか。まあ、ちょっと回転は上がってるのかなっていう感じなんで、プロペラしっかり合わせていきたいと思います。この状況ですと何かまた一つ楽しみ、変化も持てそうな調整できそうですか。ちょっと分かんないですね、うん、でも多分そんな大幅な上積みはないと思います。はい、さあ5号艇になりますけれども、進入など どのように出てから考えます。はい、スタート感はいかがでしょうか。あんまり決まってないんですけど、まあ、フライングも持ってるんで、うん、そんな速いのはいけないですね、うん、はい、ただ全速でいけているレースもありました。うん、いやちょっと様子見ながら行ってるんで、うん、はい、ではしっかり練習して、そうですね、はい、それではファンの皆様に最後にメッセージをお願いいたします。はい、一生懸命頑張ります。続きまして6号艇の赤嶺和也選手です。よろしくお願いいたします。はい、よろしく。さあ昨日の準優勝戦は仕上がりはどうだったんでしょうか。そうですね、思ったより、うん、あの体感よりは出てました。あ、そうですか、試運転の時より、はい、そうですね、乗った感じよりやっぱり押してましたね、うん、昨日の船足あればいいかなというような。そうですね、だんだん良くなってきてるんで、はい、さらに上積みできればと思ってます、うん、それはできそうということでもありますかね。いや、それはまだ乗ってないんでね、何も言えないんですけど、うん、はい、では昨日が一番ベストな状態、ここまででは。そうですね、うん、全体的にいいですか、それとも何か特徴があるんですか。うん、バランス取れていいんですけど、はい、はい、じゃあ昨日も準優勝戦6枠となりましたが、はい、6コースからでした、はい、今日何か作戦的には。そうですね、うん、6コースじゃ面白くなさそうなんで、うん、はい、なんかしたいと思うんですけど、はい、久しぶりの優勝にもなりますから、はいはい、何か PR できるところレースの中作っていきたいですもんね、はいはい、スタート感はいかがですか。全く分かっておりません。なるほど、はい、ではまあどのコースになるかも分かりませんが、はい、昨日うちからも練習してらっしゃいましたよね。そうですね、練習はいつも大体、うん、なるほど、ではそのあたりも見ていただきながら本番実際出てみてどうかと、はい、それでは最後にファンの皆様に意気込みをお願いします。一生懸命走ります、よろしくお願いします。